お母さん、やっぱりこの部屋狭すぎるよ。狭い。そうね。じゃあ引っ越しましょうかしら。え、引っ越し？こちらが新居でーす。広すぎだろ。いくらしたのお母さん。家賃は100万円以上で、引っ越しにかかる初期費用っていうのも1000万は軽く超えたわ。どこにそんなお金があるんだよ。なんか YouTube ってのからお金が入ってきたから使っちゃったわ。ほら、 YouTube？ というわけでバンカラジオ豪華スタジオを借りました。すげえ。今回バンカラジオはコメディをもっともっと進化させるためにバンカラジオ5つの進化を遂げます。でも1個目はどの新居でーす。こんなの作ってきたわ。お母さん結構手が込んでるね。というわけで今回バンカラジオが5つ進化したんですけど、新居を回りながらね、残り4つも紹介していきたいなという動画なんですけれども、ちょっと見てくれやねちゃん。じいじい。はい、まずは玄関です。うわすげえ。これ見てください。これ前の家と比べて超広い。いやすごい。これ見て、上の奥行きが、リビングが決め手になったんですけれども、この広さよ。これこの広さ、これ何でも取れるわね。すげえ。何でも取れるわよ。あ、ちゃんとヨギボーみたいなやつで、ほらこのね、台所がすごいんですよ。ここだったらお母さんいつも動画で変なもの切ってるけど、いろんなもの切れるんじゃない。いろんな何も切んの。マグロとか。いやマグロとかもいけそうじゃない。すごいよ。え、ちょっと他の絵を見てみたいんだけど。え、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。ちょっとあんま走んないで。すごい、すごい、すげえ。なんでちょっとあんま走んない。というわけでここが編集部屋でーす。おー、やれじゃないの。ん、やれちゃん、何を見てんのあなた。いや、最高お母さんの顔をね、映しとこうかなって思って。ちょっとあなた、舐めてんの。え、練習してないの。いや、してるよ。練習しません。練習してる、何言うてんの。練習してもお母さんのブサイクな顔をごまかせないってやばっけばいわよ。ほらー。ということでね、ここが私のデスクなんだけど。あれ、何これ。バンカラジオ5つの進化、エンディング。そう、2つ目の進化はエンディングでーす。プロトタイプなんですけど、これなんかするわね、なんかするわね。やるちゃん、ここまでしか見せられないんだけど、多分次回ぐらいの動画からようやく導入されると思うんだけど、最後やるちゃんがじゃんけんしたり、実は私たちが歌ってたりもするのよね。ササエさんっぽくない。まあそうね、この編集部屋なんだけど、まあ、今後人が増えたりしたらね、こういうね机とかもね、まだスペースがいっぱいあるからどんどん増やしていくのよ今ね。じいじい。次2階行きます。うわー、この他にもいっぱい部屋あるのかな。そうよ。この部屋は何だろう。え、お風呂。あ、見てシースルー。え、これ嫌なんだけど。これでヤネちゃんの裸も撮影しやすいわね。最悪だよ。お母さんの裸も見たくないし。ほら見て、大きい鏡。広い。うわ、次の部屋行こう。そうね。よいしょ、よいしょ。ちょっとヤネちゃん、あんま走るダメだよ。もうちょっとはしゃぎすぎなんだから。すごい、この部屋だったの。うわ、この部屋グリーンバック部屋にしようかしらね。ここにグリーンバックをドーンって置いて。そうよ、全然するわけね。うわぁ、なんだこの部屋。部屋じゃない。ここはトイレね、ヤネちゃん。もう広いわ。しても、トイレも広いね。ほら、ヤネちゃんの部屋ここでいいんじゃない。もうほら、ほら、ほら、ほら。あ、次の部屋、次の部屋。ここは何だろう。おぉ、寝室から。寝室だね、これ。あれ、え、俺とお母さん、もしかしてこれってグッズ。3つ目の進化はグッズ販売でーす。その前にちょっと一つ謝らなきゃいけないことがあるんですけど、はい、この前ね、イベント延期になっちゃうので本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今度は1月15日に
イベントを開催するのでね、たくさんパワーアップしていきたいと思います。準備期間が増えたとね、ポジティブに考えて、いっぱいいっぱい準備して、みんなに楽しくお届けしたいので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。ということで、この念願のグッズ販売なんですけど、もう5月頭ぐらいからね、ずっとできたら販売しようって言ってて、こだわりが強すぎて、販売できなくてできなくて、で、ようやくね、できたということで。で、グッズなんですけど、3種類販売します。1個目が、一番の目玉商品のぬいぐるみですね。はい。こだわり教えて。こだわりはですね、まずこの頭のリボン、僕といえばやっぱこの帽子 でこのリボンっていうのが屋根付けの特徴だと思うんで、このリボンはね絶対につけたかったんでつけました。なんか女の子の帽子これいいんだよ、だからやめちゃういいんだよ、大丈夫、これが俺なんだよこちら屋根付けランドセル背負ってるんですけど、これパカッて開けると屋根付けって書いてあります。ちゃんとなくさなくて済むわね。はい、ほら行こう、ちゃんと長いから。そうなんだよ。でこちらのランドセル、なんと、外すことができます。おぉ、しっかり中、開いてるので、ここに、消しゴムとか、お金とか、まあ、いろんなものを入れてね、こうやって屋根付けに渡せることができます。あの、じゃあ私も言っていい？これ屋根付けが監修。で、私が監修したんだけど、ちょっとこだわりポイントなんですけど、髪の毛、あるじゃないですか。お逆立つの。おぉ、ファイヤーキーコー。え、さらやってんのガーしかもこれ、ここまで行きます。幼稚園のことか。遊べるんじゃないかな、うん、でね、買った人だけの秘密なんですけど、実はこのちょっとパンツあんまり見ちゃいけないよみんな、もうちょいいいの、うん、パンツの裏側にね覗いたらちょっとサプライズがあるんですね。屋根付けだけ特別に見せればよ。あ、わーでもこれ良くない？これ結構面白くない？これすごい面白い。ぜひね皆さんも買ってみてください、はい、ちなみにねほらこれも前のバージョンとかなんですけど、もう何回も作って、やねちゃんもね、このボタンの色が違うとかね、生地を変えようとかね、いろいろ試行錯誤の末、最高のやねすけが出来上がりました。あと2つなんですけど、2つ目が、じゃじゃん、キーコとやねすけのラバーキーホルダーでーす。すごいね、ちょうどいいサイズなので、ランドセルだったり、カバンだったり、腕箱だったり、いろんなものに付けることができます。これとか、小学校に付けてるんですよね。これ付けてたら、バンカラジオ好きな人と繋がれるわよ。これここでこんな通行にいたらどう思うやんじゃん。ルンルンルン。お母さんのキーホルダーつけてる人はセンスないやん。お前ね。でも俺の。うわ、何やんかーということで、最後、こちらはね、ちょっとおまけみたいな感じなんだけど、バンカラジオの登場キャラクターのセカでーす。これに関しては、こちらのね、ぬいぐるみ、購入された方にランダムで1枚封入されています。で、全部揃えたい人のために、一応これバラ売りでね、パックみたいな感じで、ランダムで1枚。変えることができます。ジュジュさんとか可愛くないこれ。可愛い。見て。見てこれ。可愛い。こじり。鼻ほじってる聞いた。聞いてくる。そしてヤネスケとキーコ当たりですね、これは。これは浜井さん。ほら。浜井さん？浜井さんの。ステッカーなんて誰も買わないし、外れわけなんじゃないそれ。あ、そうね。うん。外れてるんだこれ！大変でしたね。これ全部揃えたやつすごくない？すごい。じゃあ一応最後、値段だけ。こちらのぬいぐるみカット、ステッカー付きが4500円。こちらのラバーキーホルダーが900円。こちらのステッカーが400円となっております。で、ランダムぬいぐるみなんでね。何が当たるかわかりませんが、楽しみにして、皆さん、早くしてみてください。はい。10個くらい幅引いてね。パソコンに貼ってもらうの。あんたもう黙ってなさい。あんたもういらない。いや、お母さんもいらないよ。はい、もう次の心境紹介いくわよ。はい。ああ、他の今のなんだろう。よいしょ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 。うわっえ、どうして今度からここで授業受けるってこと？そうよ。投稿しなくていい、めちゃめちゃ楽じゃん。というわけで教室スタジオ作っちゃいました。 YouTuber だから教室スタジオなんて思ってるのいないよ。毎回教室のシーン撮るたびに返したんです、教室スタジオ。ようやくね、作っちゃったということで。いやでもこれはね、夢だったんですよね。いや、本当にそうだ。だいぶ楽になります。そして、おっ、バカラジオの進化その4、サブチャンネル週1本投稿。おー、現在サブチャンネル週1本投稿してるの皆さんご存知ですか？バンカラジオのスタジオっていう名前でやってます。こういうね感じで普段のトークに企画とかやってるんですけど、この部屋とかでできるのね。まだね、あと2個特別な場所があるんです。なになになに、行きますか。どこ？ジージー。というわけで地下室でーす。
これも念願というかずっと欲しかったんですよね。まあ地下室っていうか一応駐車場なんだけど、ね、まあでも私たち車免許持ってないからどっちも。母さんなんでその年になって免許持ってないの。あんた持ってないですよ。持ってるわけないじゃん小学生とか。びっくりした。まあこういう心霊現象も起きるのかな。え、ちょっとなんかずっと待ってんだけど大丈夫。水でこういう人もできるし面白いことができそうだなと思って監禁とかされそう。監禁やめちゃう。やめちゃう。こんなの入ってなさい。入れない。バリースペースがない。最後にスペシャルな場所があるんでそこに行きたいと思います。ジージー。というわけで屋上でーす。この家って本当に全てが広いね。お父さん何してんの。ほら、水も出ます。おい、かかってんの。やめろよ。こんなスタジオをね、なんで借りたかというと5つ目、最後、バンカラジオの仲間を募集したいと思います。この話はちょっと真面目になるから普段の格好に戻りましょうか。はい、ジージー。はい、ということでバンカラジオの仲間募集ということなんですけども、少し真面目な話になっちゃうんで面白かったんで最後の方までスキップしてもらえたら嬉しいです。大きく分けて4つの項目で募集したいなと思ってます。で、1つ目が演者の募集ですね。演者なんですけど、バンカラジオってバンカラジオのメンバー以外にもいろんな演者が出てバンカラジオが構成されてるので、まあ、最終的にはバンカラジオの準レギュラーみたいな、まあ、末永くやっていける演者を募集してます。ちなみにどんな人欲しいとかある。俺はね、すごい太った人とかおじいちゃんとか欲しい。演技はやっぱそういう個性が結構武器になるから、もしかしたら自分のコンプレックスも武器になると思うし、まあ、いろんなバックボーン持ってる人が入ってとかすごい賑やかになってると思うので。2つ目が裏方の募集ですね。サポーターって感じかな。一番僕らと親密に一緒に行動する人をちょっと募集したいと思います。時間がめちゃめちゃ空いてて、バンカラジオの活動にしばらくの間ずっとついていけるよっていう人。3つ目が編集マン。ソフトはプレミアプロとかアフターエフェクトの経験がある方を募集してます。特にアフターエフェクトに関してがちょっと人材が不足してて VFX、CG の編集だったりそういうところはもうできるよっていう方を重点的に募集したいと思います。お前が全部やれ。は？お前がふざけんの。お前が全部やれ。全部俺ほとんどやってんの。俺はアフターエフェクトできないんだけど。なんで。お前が勉強すればいい話。ちょっと今パンクしちゃってんだよね。僕の負担を軽減してください。はい、最後がカメラマンです、はい。YouTube の中ではトップレベルのコメディを作りたいんですよ、僕たちは。今後ね、映像カメラマンとしてやっていきたい人、ステップアップとして考えてる人とか、来てくれたら嬉しいです。編集に関してはどうにかなるけども、カメラに関しては素材がそれしかないから、本当にそのカメラの画角一つでコメディの質って左右されると思うので、逆にバンカラジオに大きく貢献するチャンスなので、しっかりとね、募集してきてと思います。まあ、こっからね、スタジオの話に繋がってくるんですけど、めちゃめちゃ高いんですよ、このスタジオ。皆さんのね、日々の生活に、ちょっとでもね、彩りを与えられるようなエンターテインメントを作りたいなと思って、今コメディを作ってるんですけど、そのコメディでも100万人っていうものを目標にしてる中で、もっともっとクオリティをね、上げていきたい。ってなった時に、足りない部分はスタジオと、あと人だったんですよね。日本のね、YouTube の中でもトップレベルのコメディを作るためにね、ぜひ皆さんの力をお借りしたいなと思ってるので、よろしくお願いします。会社もできたんでね、制作会社として今後僕が頑張っていくっていう、まあ、覚悟でもあるし、毎回家賃を払わなきゃいけないんで、YouTube に骨を埋めるぞっていうもう覚悟はなんかここにはこもってるのかなって。応募方法教えてください。応募方法に関しては概要欄に Google のフォームがあるので、そちらの方から詳しいこととかも書いてあるのでご応募ください。質問に関してはまだいろいろ知らないことがたくさんあると思うので、コメント欄とかでしてくれればそういうのを自分たちでまとめて概要欄とかに貼っておくので、ぜひ見てください。まあ、今後もね、このスタジオでどんどん動画が出てくるんでね、ぜひいろんなとこここだみたいな感じで楽しみながら、動画見てください。100万人までね、今後も頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは残りの夏も皆さんと一緒に盛り上げていきましょう。バイバーイ。おー。アレンジ加えたな。